さあ始まりました、奈良でございます。はい、イラスト探偵やっていきましょう。いや、まあだいぶなりましたね。はい、スタート。いやー、25ステージまでいったのかな、24までいったのか。 OKOK。 はい、次25ステージ、見えないメッセージいきましょう。いやー楽しいね、イラスト探偵ね。まあコンセプトがいいよね。だからなかなか難易度もいいしね。まあまあ、まずはい行きましょう。若い男性が自室で殺されているのが見つかった、凶器はどれだろう。あ、まあまずはもう凶器探しですね。凶器どれ、あ、これですね。わかりやすく灰皿に違う。はい、ついてますね。はい、灰皿結構見るよね。こういう灰皿はどこで売ってんだろうね。机の上に灰皿があり、これで頭を殴られたようだ。もうサスペンスといえばこのなんか妙にゴツゴツしたガラスの灰皿ね。被害者が殺された動機と思われるのはどの部分だろうか。動機、被害者が殺された動機、え、この賭けマージョンってこと。あ、なんかちょっと前に流行ってましたね。流行ってたというか、なんかトレンドというかニュースになってましたね。まあまあまあ深くは突っ込まないようにしましょう。おびただしい正の字と横に310100万100万150万、すごい、円の文字。部屋にある麻雀卓と照らし合わせると賭け麻雀を行っていたようだ。払いそうないから、こいつがあまりにも独り勝ちするからみんなではめようって感じでやっちゃったって感じ。違うか。被害者は死ぬ前にダイイングメッセージを残していた、それはどの部分だろう。これ麻雀やってる最中に殺された。え、なんだろう。え、この被害者以外全員がコンビニ行こうみたいな感じで出てって戻ってきたらやられてたみたいな感じ。違うか。え、でも犯人いたら分かるんじゃねっていう。一人だけ残ってたらそいつが怪しいし、なんだろうね、分からんね。問題文なんだっけ。被害者は死ぬ前にダイイングメッセージね。オッケー。ダイイングメッセージこれでしょ、スマホ。点点点あるね。スマホに血がついてる。被害者の指紋のようだが、一体どんな意味だろうね。てんてんてん、何、肉球、かわいい。犯人はこの中にいる、それは誰だろう。名前が出てるってことは名前に関係してそうだよね。佐藤、鈴木、田中。てんてんてん、ん、なんだろうな、丸の数、田中。でも1個足んねえんだよな。なんだ、てんてんてん、ドアップできるんですよね。違うんです。いや、間違えちゃった。ん、なんだこの点点点がダイイングメッセージでしょ。スマホの、ん、なんだこれ。佐藤、鈴木、あ、これあれかな、文字盤のやつかな。ちょうどこの文字盤の位置のやつ、3文字、あ、全員3文字だね。あ行、か行、さ行、た、真ん中なかな、な行だから、刀って何。家業、ん、家業で始まる名前ないね。佐藤、鈴木でしょ。さ、しす、田中、あれ、ん、違うか。あ、違うか。あかさだな、な行、な行、あ、な行もいねえな。なんだろう、わからんな。犯人わかる、これで。そう、賢すぎね。田中かな。てんてん、ん、なんだろうな、ダイイングメッセージでしょ。矢印、スマホ。なんだろう、田中、あ、合ってる。この、あ行、か行、さ行、伝わるかな。あ行、か行、さ行で 9マスなんだよ、多分。9マスの文字入力で、あ行、か行、さ行、た行、な行だから、か行とた行とな行を使う名字のやつだから、この中で言ったら田中だね。これだ、これでしょ、きっと。この文字入力の画面のところを押すと、ちょうどそう、他行、家行、他行なんだよね、きっとね。あ、はい、犯人は田中ですね。田中だ。スマホを起動すると文字入力画面が出てきた。か、たなの部分に血がついている。田中は賭けで負けがかさみ、返済に困っていたと実況した。状況証拠的にわかるんじゃないか。なんだろうね。どうやって殺したんだこれ、そもそも。2人は見ている目の前でやったわけじゃないもんね。なんだろうね、わからん。はい、共犯ならバレずに、なんかもうやれそうな感じがするけどね。あ、でも衝動的にやっちゃったのか。衝動的にやっちゃって、別にその2人も目撃してたって感じかな。はい、次のステージですね。ステージ26、人気のないキャンプ場で若い女性が倒れているのが見つかった、死因となった部分はどこだろうか。死因でしょ。首の跡なんかありますね、締められた跡。いやー、いいな、キャンプ行きたいな、ーバーベキューしてーな。はい、首に太いあざが残っている。タオルのような柔らかいもので、じわじわと締められたようだ。へえ。
あ、でも吉川線ないね。なんか抵抗した時にできる。じわじわやったなら、あ、でも睡眠薬かなんかで寝てる間に閉めたのかな。なんだろうね。タオルは見当たらないが凶器はどれだろう。あ、でもこの分かりやすく輪っかですね。これでしょ。はい。マウンテンパ、これマウンテンパーカーって名前なんだ。マウンテンパーカーの裾、うん？裾の裾？あ、違う。袖の裾か。袖の裾が結ばれている。これを使って首を絞めたようだ。あー、なるほどね。はい。次行きましょう。はい、3本目ですね。現場には被害者以外にも誰かがいたことが伺える。その根拠はどの部分だろう？誰かがいた？水が2本ある。椅子が2本ある？とかでしょ？きっと。串が2本分。まあ、椅子が2つある。その根拠、普通にあれでしょ、足、ん、この食卓でしょ、2人分の食事があるって感じだよね。紙コップ、紙皿はともかく割り箸を2本使う人はいない。誰かが彼女のソロキャンプに合流したのだ。あー、ソロキャンいいね、知ったみたいね。富士、ベタだけど富士山を見にね。ゆるキャンってアニメで、そう、いいんだよねあれね。いやー、やってみてえなー。なんか大きい湖かなんかに自分でテント立ててね、富士山見ながらカレー麺を食べるっていう。いや、いいなー、ソロキャンいつかしてなー。はい、まあ脱線しましたね。次行きましょう。はい、4問目ですね。彼女はソロキャンプの場所を友人にも伝えていなかった。犯人はどうやってここにたどり着いたんだろう。どうやってたどり着いた。この SNS でしょ、きっと。なんか現在地が載ってたとかね。 SNS で自撮りをアップしている画面が見える。彼女は顔を出していないから安全と思い込んでいたようだが、背景などから現在地を割り出されることもある。ああ、そうなんだよね。はいはい。なんか家とかのなんか洗面台を映すと危険みたいな あるらしいね。うん、なんか独特なんだって、配管みたいな。そうそう、洗面所の形とか、あとはなんか不動産会社スーモとかホームズとかで調べて、なんかその写真に合致するとこみたいな感じで、あ、このアパートに住んでるみたいな。で、この方角から、うん、この窓からこの建物が見えるから、じゃあこの部屋だみたいな感じでどんどん特定できるらしいね。怖いですね。いや、窓とあの排水管、まあまあ、家をそもそもなんか特徴的なところを映さなきゃいいんだけどね。うん、壁とかね、壁紙とかではさすがに分かんないよね。どうなんだろうね。まあまあ、むやみやたりと SNS へ上げるのは危険ですね。はい、気をつけましょう。後日、近くに住む無職の男が逮捕された。無職の男？ストーカーってこと？いや、皆さんも気をつけましょうね。はい。ステージ27ですね。歌舞伎町の一角にある有名ホストクラブ、ナンバーワンと名高い男性が突然苦しみ出して死亡した。毒はどこに入っていたのだろう。あ、毒殺ね。毒？飲み物？なんだ？あ、飲み物か。こぼれてるね。これでしょ、きっと。被害者に手にしていたグラスだ。これを飲んでホストは死んでしまった。なんで持ってて落とした。飲んだから落とした。なんだろうね。まあいや。しかし被害者を指名した客は自分も同じものを飲んでいたと証言した。客が注文した飲み物はどれだろう。あ、でもワイングラスを持ってて、なんかフルーツかなんか食べて、そのフルーツが毒が入ってたら、それでもうってなって、そのまま持ってたグラスを落とすとかもありえそうだけどね。飲んでたのはこの、まあ、この冷やされてるワインかな。ホストは高いお酒をたくさん注文させて売り上げを伸ばす必要がある。早々に酔いつぶれてはならないため、酒を飲むふりをしてノンアルコールを飲むこともあるそうだ。いきなりなんか裏事情が。今この問題と関係あるの？え？なんだろう。被害者の体内からアルコールは検出されなかった。やはり客が注文したボトルとは違うものを飲んでいたのだ。被害者が飲んでいたのはどれだろう。ちょっと気になってたけど、この男の背後にあるこれこんなとこ置いたら大丈夫、なんかこぼれそうじゃない。ジンジャーエールって書いてる。ソファの上にジンジャーエールがある。これと入れ替えていたのだ。白ワイン。いやー、匂いとかでわかると思うけどな。犯人は誰だろう。犯人こいつじゃん。隠してる。こいつでしょ。自分のところに入れて、まあ席を立ったかなんかわかんないけど、よそ見をしてる。まあ、もしくは話に夢中になってる間に、スーッと入れ替えるみたいな。あ、でもそんなことしなくてもあれか。なんか話に夢中になってる間についであげるよみたいな感じで、ちょっとグラスをやって、なんかジンジャーエール、後ろの毒入りのをやって、そのままなんかさりげなく渡したとか、まあありそうですね。ホストのサポートをするのはヘルプと呼ばれる格下のホストの役目だ。ヘルプの男性は被害者にこき使われたことで恨みを持っていたのだった。いや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 、こき使われるのがなんぼなんじゃないのか、この世界は。悔しかったら這い上がれっていうね。殺すほどなの？
まあまあまあ、いろいろあるんでしょうね。はい、わからないですけどですね。まあ、はい、次行きましょう。まあ、今日はこれで最後ですね。ステージ28ですね。ある大学の軽音サークルの部室で部員が倒れているのが見つかった。致命傷はどの部分だろうか。うわ、なんかパックリ開いてる。怖え、痛そう。これ被害者の背中に大きな傷がついてる。背後から刃物で刺されたようだ。うわー、だいぶバイオレンスだね。はい、2問目ですね。凶器は部屋に残されている。どれだろう。凶器、ハサミ。なおさら、いやー、真っ赤ですね。めっちゃ痛そうじゃんこれ、やば。テーブルの上にあるハサミだ。よく見ると血がついてる。うわー、想像しただけでやだわ。被害者は死の寸前に犯人を示す手がかりを残した。それはどれだろうか。あー、これ最初から気になってたわ。よくこんなぐる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 マーク、何マークこれ。書く余裕あったね。行ったり来たりしてんのかな。床に矢印が2つ組み合わさったような形が残されている。一体どういう意味だろうか。確かにダイイングメッセージの形は SNS ではリツイートを表す。あ、そうなんだ。へー、犯人は誰だろうか。ほぼそれ答えてるようなもんじゃん。リツイートのマークでしょ。斎藤はじめ。斎藤はじめだわ、すげえ。藤田五郎じゃん。ゴッド2みたい。ゼロ式。斎藤はじめ。まあでも字が違うか。田口亮。SNS ではリツイートを表す。犯人は誰だろうか。リツイート。リツイート。ツイート。リツイート。ん？リツイートで犯人わかる？拡散？田口。リツイート。斎藤はじめ。田口亮。ん？ちょっとよくわからん。どういうことだ？犯人は誰だろうか。リツイート。この字面がなんかあんのかな？リツイート、リツイート。どうなんだ？斎藤はじめ？なんだろう。リツイート表す。拡散？シェア？シェア？シェア？全然意味わかんないね。なんだろう。なんだ？リツイートを表す。リツイート。リツイート。リツイート？これむず。なんだ？最終問題。ツイート？繰り返す？じゃあな、拡散、シェア、シェア、拡散、共有、字面的に田口亮っぽい雰囲気はあるんだが、なんかはっきりした根拠がないですね。斎藤はじめ？なんだ、わからん。やば。ひらめきかこれ。ひらめきがないとダメか。ダイイングメッセージの形は、SNS ではリツイートを表す。犯人は誰だろうか。なんだ？おすすめ？はじめ？リツイート？リツイート？全然わからん。田口？なるほど。ダメだった。なるほど。イニシャルがね、リツイート、RT。はー、リツイート、RT。RT ってなんか示すっけ？なるほど、なるほど。シンプルにね。はい。まあ、でも直感は当たってたわけだ。なんか量っぽい。まあまあ、それはまあいいや。直感、まあまあいいんだけどね。はいはい。こじつけ的な感じだね。ダメだね。よくないですね。イニシャルね。なるほどね。はいはいはい。なるほど、なるほど。犯人は田口亮。イニシャルは RT となる人物だ。楽器のパート決めでギターを譲らないことで被害者と言い争いになって刺してしまったようだ。そうなんだ。パートね。2人でギターやったらいいじゃんね。ダメなの？ねえ。はい。まあいろいろあるんですね。いやー面白かったですね。今日はここまでですね。いやーまあすっかりレギュラーですね。まあまた次回もやっていきましょう。ノラでした。